処分をお邪魔します。じゃあ次の回に行きます。愛知県16歳の女の子、大豆とひじきちゃんの作品。タイトル、時を刻む。君と過ごす大切な時間、何気ない時間も君と過ごせば何よりも大切なものになる。たった1秒でも君と目が合ったこの瞬間を、君のその笑顔を僕は忘れないように、目を閉じただけで笑顔の君に会えるように、僕は強く心に焼き付けてこの大切な時を刻んでいこう。振り返れば辛い時はいつも
L で始まるロックです。図書部の前の掲示板へのアクセスもこのアドレスからどうぞ。コラボキーのガールズロックス、明日は今月最終日、明日は毎月希望で私が部長を務めるワーサービスルームの活動報告です。皆さん、そしてまた明日。コラボキーでした。人類の親指は驚くほど進化を遂げた。常人とは思えぬそのスピードを駆使し、今宵勉強してみようじゃないか。さあ、今夜のウィナーは誰だ。バトル